2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりましたハンマー陽先生です。コンピュータ分析で投資されてない方は全員知恵遅れです。でね、大昔の株投資はしょうがないですけどもね、外貨もね、現在ではね、コンピュータ分析できない人は全部知恵遅れでね、ギャンブル投資をしてるだけなんですね、ということをよく理解してください。だからみんなやってる人でね、先生でもコンピュータ分析やってないで投資してる人は全部知恵遅れの先生なんで、絶対聞かないようにね、コンピュータ分析でプログラムとかしてねやってる先生はいいですけども、ギャンブル投資なんですね。コンピュータ分析でね、投資できない人たちは全てね、昔はそういうのできなかったですからね、コンピュータ分析はね、コンピュータが発達してなかったからですね。ということでね、これをよく注意してください。またね、講師でね、自分のルールなんか伝わってしまうんで、投資戦術が漏れると稼げなくなってしまいますからね。裏では自分ではコンピュータ分析でいつも投資してても教えるときにはね、コンピュータ分析しないで指導することはありますからね。これまたね、コンピュータ分析でプログラムとかできないといけませんからね、誰でもできませんから、また、それを盗んでくる耐圧が来るんですね。コンピュータの、ね、方で指導しますとね、みんな作れないから盗もうとするわけですね。そういうのは汚職になりますから、お金をあげることになるんで、コンピュータ分析のツールは稼げるものは全部提供できないわけですよね。だけどもそれを盗みに全員かかってきますから、もう全員が全員そんなのばっかしですから、人間たちはね。だからそれに対応できなければダメなわけなんで、自分でね投資戦術に使ってテクニカル分析でね、なんか自分でプログラムで作ってやってても、それをやってないように見せて指導することはございますからね。それは妨害っていうか盗みに来るわけですね。なんか稼げるルール見つけると、そのインジケーター欲しいということでね、みんなが首絞めてきますから、それに対抗できないから言わないだけですね。本当に稼げてる人はね、ということでね、めちゃめちゃにやこましいですよ、人々全部一体になってね、盗まれた人よくいますね、結構いますから、ほとんどそうですね。稼げるツールは販売は禁止なんですね。汚職になりますから、ということでね、これよく販売でね、ツールいろいろ売ってて本当に稼げるのかって言ったら、全部本当に稼げるんだったらね、全部違法ですからね、汚職になります。稼げるか分かんないようなやつね、少し手助けになるんじゃないかなというのですね、は販売はいいわけですよね、ということをよく分かってほしいということですね。家もそうですよ、 MT4 の家自動売買なんかやってますよ、あれも全部そうですよ、本当に稼げるものは禁止になってますよ、すべて。稼げるか稼げないか分かんないのだけ許してるんですよ、自動売買全部ね。本当に稼げるものは全部禁止になってます、違法になって汚職になりますからね、これよく理解してくださいね。まだ時間あるかな。で今回話したかったのは、コンピューター分析でプログラムにしてね、分析して投資しない人たちっていうのは全部知恵遅れでギャンブル投資となってます。ほとんどの人が稼げてませんね。稼げてる人はいますよ、そりゃコンピューター分析できないで稼げてる人もね、 BNF さんなんかそうでしょ、なんかただ賭博ですよ、あんなのは絶対現代ではやっちゃいけないことですよ。
いつか彼やってて、破産しますから。だから今、自分でね、いろいろ資産運用してたり、ビル買ったりして、その取引また売って、そういう商売してるんですね。投資じゃないじゃない。投資というか、株じゃないでしょう。株以外の仕事してるわけですよ。それで稼いでる、仕事してるわけでね、普通にね。難しいっていうことですよね。だから、分析できない人、コンピューターのプログラムができない人はギャンブルなんで、昔はいいけども、今はね、VNC 時代からはもう全然コンピューター分析じゃないんで、彼知恵遅れですよ。ギャンブルとして、運よく勝っただけですよ、ギャンブルでね。ね、ということですよ。あの時代はまだコンピューター発達してましたからね。全部そうなってますから、まず勝てることはありませんから、コンピューター分析ができない人は。ね、ギャンブルで遊んでるだけです。で、今株投資はしないです、誰も。株投資も知恵遅れがやることになっちゃいました。というのは、いつも取引できませんからね。外貨の方になります、全部。で、金額も多いし、取引できる金額が少なく言えね、取引がいつでもできないっていう、不便なことがありますから、株はね。だから、知恵をかけるしかやらなくなってます。で、再取引でコンピュータ分析は全部外貨の方でやってます。いつでも取引できるっていうことが大事なんですね。だから、全部知恵遅れがやるかねっていうのは、見分けがすぐ簡単につきますでしょ。ということですね。